FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清正のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清正です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、ヨッシー今日松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー今日松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、今日松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて、今日松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。まずはヨッシー清松に会える日ですね。清松社長、教えてください。はい、2月1日の月謝の朝礼はいつも通りに行います、はい、また2月って偶数月なんで、偶数月の第1土曜日は、午後2時からウェルテル会行いますので、どうぞお集まりいただければありがたいなというふうに思います。来られる方、必ず1個以上の質問用意して、僕にあれ聞きたい、こういう話どうでしょうかっていうような、そういう質問を用意して来ていただければありがたいというふうに思います。恋愛でもいいそうですね。そうそうです、恋愛問題から経済問題まで何でも答えることになってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、これもう一個、大分の方の、FM 大分っていうのがありまして、そっちの方で吉井清松のあなたの未来という番組やってるんですよね、はい、そのあなたの未来に出ませんかっていう募集をしてまして、ラジオで出たいなって思う人いらっしゃいましたら、そっちは吉井清松を検索していただいて、その僕の Facebook に、イベント情報を流してますんで、そこに来ていただければ、ちょっと参加しますっていうのを押していただければありがたいなと思いまして、何の話かというと、バレンタインデー企画なんですよ。毎年、僕FM 大分の方ではバレンタインデー企画ってやってまして、チョコレート1個持って、よし清松に会いに行こう、スタジオ見学に行こう、マスコミの顔見に行こう、いいですね、っていうような、そういう番組を、月にやってます。参加してくれたら、漏れなく皆さんに番組グッズをお渡しするようになってますし、その明けてのホワイトデー、1ヶ月後のホワイトデーには、また吉井清松から山のようなお礼が、本当に、来るっていう、そういう企画でございますんで、本当に、大分までちょっと遠いかもしれませんけども、来ていただければ、大喜びでお待ちしてますんで、私の Facebook につなげてもらって、イベント情報をクリックしてもらって、そこで、吉井清松のあなたの未来に出ませんかっていうところに、で、参加希望って押してもらって、チョコレートを持って、1月31日集合してもいただければ1月31日ですね。はい、はいはいはい、楽しみですね。ぜひお集まりください。はい、清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。やってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。それではゲストコーナーです。本日のゲストはどうぞカフェの店主、松浦慎二さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いらっしゃいました。どうぞです。どうぞよろしく。どうぞなんですか。まあ一応ですね、どうぞカフェ の名前の由来が、私のステージネームどうぞなんです。あ、どうぞなんですね。それ説明して面倒くさいから、いや、どうぞどうぞのどうぞですって言ってますけど、なんとなく本当は私のステージネームなんです。このどうぞカフェっていうのはどちらにあるんですか。あのですね、ちょうど米田コーヒー、ありますね、中津の、はい、
それをあのそう中津のですね、で川を渡った対岸にちょうどあります。ヨッシーがさっき言ってましたよね。そうそうそう、山国川のほとりとか。はい、ね、あの旧15線の山国川を渡って右側を見ると、はい、銅像カフェって書いてますんで、はい、分かりやすいと思います。こんな顔がこう出てきますね。なんかあの、はい、スキンヘッドのメガネのね、多分皆さんなんか一回は目にしたことがあると思いますけど、入ったことはなくても見たことはあると。ラジオなのにさ、こんなとか言われてもさ、いや今一応説明したんですよ、スキンヘッドでメガネの、はあ、苦めですねこれはね。はい、はいはいはあ、であのカフェということですけど、カフェというのはですね、はいはい、まあ、いろんなことやりたいんで、とりあえず今はそのたこ焼きとたい焼きをやってますっていう話です。え、たこ焼きとたい焼きを食べれるとこなんですね。そうです、ドリンクもあります、はい、まあ、あのテイクアウトですね、はい、主には、うん、あ、じゃあ、はい、お店の中自体はそんなにどうしてもっていうあのお急ぎの方は食べれるようにしてますけども、はい、そういうことで、はい、あの、はい、うちの夏祭りとかにも、はい、出店してもらったりする、はい、あのそうなんです、出張してくれて、はい、夏の頃でしたよね、夏の夏祭りだったんですよね、はい、ウクライナのかき氷、カラーのかき氷を出してます、はい、ブルーと黄色の、なんか、うん、いろんなところでこうイベントやってるじゃないですか、うん、そのイベントの時に必ずこう、はい、ね、はい、ね、たい焼きとかを持って、はい、集まってくれる。結構あの見た目ってちょっと失礼なんですけど、見た目結構もうおいさんやないですか。そうなんですよ、今年も大台になっちゃうんです。あ、いくつになるかはちょっと秘密ですけど。あ、そうですか。カフェはどれぐらいされてるんですか。じゃ あもう6年ですね。あ、6年ね。あ、じゃあもうお仕事お辞めになってからとかですか。そうなんです、最初、はい、でも今もうあの年金も満額もらってて、まあ、こんなこと言うとなんか大変お客様に失礼なんですよ。もう道楽半分でやってます。いやでもいいですよ ね、 すけどね、第二の人生ということで、はい、もともと公務員でしょ。公務員です、はあ、そう38年間公務員やって、ね、きっちりしてますよ、ね、で60で辞めて退職して、はい、あの一国につけたんですが、はい、その後あの2年間再任用しましたけど、もうあの勤め人が飽きちゃいまして、はあ、俺も社長になりたい、はい、と思って、はい、19年ぐらい前からも計画をして何かやろうと思って、はい、なるほど、今あの個人事業主をやっております。ギターを片手にですか。であのさ、はい、僕、ね、一番最初出会ったのが、はい、あのサッカーの、そうなんです、サッカーのトリニータのロイヤルシートを年間、ね、はい、僕も年間頼んだんですけども、はい、松浦さんも年間、確実にあの松浦さん6年起業して6年なのにもうロイヤルシートをそんなに儲かってるんですか。いやこれ退職金のおかげですね。それは派手な、派手にね、6席ぐらいあったんですよね、はあ、松浦さんもね、へえ、そんなね、奥さんに怒られるんで。あ、そうなんですか。でお友達をですね招待しては、その結局だから、はい、あのたまにですね、はい、もう2席3席をご招待して、はい、でもうとにかくトリニータの応援しよう、その盛り上げようっていう。トリニータが大好きなんですね。あのね、昔はね、あそこで50万ぐらい使ってますね、あのあそこでこう、はい、飲み食いできたんですよ、はい、昔はですね。そうなんですよ。で飲み食いできて、はい、うん、あの下のなんかそういうカフェみたいなのがあって、あのロイヤルシート専用のカフェみたいなのがあって、レセプションルームが、おしゃれ、うん、そこで、まあ、みんな飲み食い自由にしてよかったんですけども、はい、必ずね4人掛けの机があるんですけど、それをあの2つ3つ重ねて団体さんでいたのが松浦さんで、そう、ね、お友達がもういっぱいできましてですね、ハブリが、ハブリいいなと思ってて、声をかけたんですか、ヨッシーが声をかけたんですか。だから僕も、はい、あの僕6席当時あったんで、はいはい、あのテーブルにして使ってて、はい、2人がテーブルにして使っててね、はい、そんな感じだったんですよね、はい、で仲良くなったということですか。そうそうそう、はい、そうなんですね、はい、そんなビップなところで知り合った2人なんですね。だから、はい、基本総合テックの YouTube 番組キヨマ TVTV なんですけど、それね、トリニータの、うん、紹介をするビデオも作ったんですけども、それにも登場してますんで仲いいです ね、 そ う、 いう、 ねうちの YouTube 番組見てもらって、松浦さんってどんな人かなと思ったら見てもらえば分かりやすいと思いますよね。よろしくお願いします。はい、ギターをされているという、はい、今ギター抱えてますもんね。そうです、はい、そう、今日ギターを持ってきたのはなんか、はい、あのつい先日ですね、はい、あの NHK の番組で、うん、あのロバート秋山さんがプロデュースする番組を、よそみ町を紹介する番組を作ってくれたんですよ、あの NHK 九州で流れて、もう再放送で2回流れましたけども、はい、でその中でですね、はい、僕がギターを弾いて秋山さんが作った歌を僕がコードつけて作曲して、一緒にコーラスして歌ったとかいうことをやっちゃったんです。すごいですね、ロバート秋山ですよ、
で私 の, あのインスタの方に、はい、あのちょろちょろっとこう部分的に動画上げてますからぜひ見てください。見たい見たい。その時にじゃあ、あの歌った歌を今日弾いていただけるんですか。そうですね、持ってきました。その時はですね、はい、もう尺が短い10秒とか20秒の尺でしたけど、はい、1分30秒ぐらいの尺でもよろしいですか。はい、どうぞ。適当にカットさせていただきます厳しい、はいはい、それではお願いします。続きますね、はい、タイトルから YSTM 吉富という。はいはい、いいですか、いきますよ。はい。YSTM よしとみ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 、ここは九州で一番ちっちゃな町だけど、町の人たちはとっても明るくて元気、秋にはとっても美味しいお芋さんができます。それをたい焼きに入れてこの日たい焼き作ります。 YSTM よしとみ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 。はい、ありがとう。あ、 YSTM って何ですか。あのですね、よしとみの Y ですね。はい、S は吉の死の S、うんうん、で富の T で、ああで最後は M の M。 吉富の略ですね、花輪さんがやってるあの SAGA 佐賀みたいなあったわけじゃないんですけど、たまたまあのそんな挟まってる吉富応援ソングということで、そうですね、実はこれでエピソードがあるんですけどね、その前に実はそのあとある番組でちょっとバーあったんですよ。で編集時にはこの曲が入ってたんだけど、その時の MC がなんとナイツさんで、どことははっきり言えませんけど、ええ、どうもカットになってらしい厳しい現実がある。それをなんかリベンジするために、なんかでもあのたい焼き入れてって自分の店の宣伝もしてるんですいや、まあ、最初に作る曲ですから、はい、まあ、一番身近なところで、はい、まあ、あのワードが自分の店になっただけで、このワードを入れ替えていくと、はあ、吉富応援歌になろうかと。松浦さんのところのどうぞカフェのその人気のたい焼きにはこの吉富名産のお芋が入ってるんですよね。そうなんですよ、はあ、で今ですね、はあ、もうあのちょうど収穫終わって今ちょうどですね、あの、まあ、大分ではカンタ君と言われてる、はい、あの紅はるかがちょうど熟成されて甘くて美味しくなる頃ですので、はあ、それをたっぷり黒あんの中に入れて、はあ、小餅たい焼き作ってます。はい、なんかあの松田さん、あのうちの社員のことについてなんか喋りたいってずっと言われて、夏のね、イベントで出させていただいたんですけど、はい、私ちょっと体調最近なんかね、はい、あの股関節が悪くなって、はい、階段が登れなかったりするんですけど、で道具をいろいろ持って行って、はい、そこでかき氷をやったりたい焼きを売ったりしたんですが、はいはい、最初はこう地面のね、はい、1階でねよかったんですけど、なんかすごい屋上まで上がるのにすごい急な階段上がって、はい、あれちょっと無理かもと思ってちょっとスタッフの方に相談したら、もういいですよとか言って、はい、僕は何にもせずにただこうぼーっとしてるだけにどん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 こう運んでいただいてやったという。いやー素晴らしい機能力、ね、がそれだけじゃなくてですね、はい、僕はただの出店者なのに、はい、バーベキューになったら、はい、皆さんカールガールにですね僕のところに訪れて、はい、何か持ってきましょうかってな感じで、もうバーベキューの食べ物がいっぱい並んでるっていうインスタにも上げましたけどね。お、優しいですね。でなんか雰囲気がですね、まあ、社長こんな風にして結構こうね、あの表出る方ですから、はい、なんか時々なんか社長ばかりねっていうような人がいると思うじゃないですか、はい、全くその雰囲気ないですね。あれにはびっくりですね。おもてなし力がすごいですね。わざわざいやいや本当に、まあね、チャコも知ってるようにね、はい、本当になんかね楽しい雰囲気で、また行きたいなって、忘年会行きたかったんですけど、うちちょっと店やってたんで、すいませんでした。この場でぜひまた誘ってください。そうですね、はい、で、あれですよね、もともと大学が出身大学が九州産業大学でして、結構芸能人とかジャッキー・チェンのモノマネの人とか、ジャッキーちゃんとかも出てます、ジャッキーちゃん最近ではね、ジャッキーちゃんが九産大で、アーティストは大体九産大出てますね、まあ、有名なところで行きますと長渕はですね、長渕さんもそうだったんですか。私と2つ下で同じキャンバスに通ってたっていう、それはこれがですね、私がね、ギター弾いてましたから、下手くそでしてね、もうよく教えたもんですよ。いいんですか。あら、あらららら、ちょっと誰か来ましたよ。ちょっと、あれ誰
坂口剛大先生の悪口言うな。急になんか剛が出てきた。これは岩尾剛さんじゃないですか。先週の岩尾剛さん。またやってきました。ちょっと今聞き捨てならない話ですもんね。申し上げます。嘘言ってました。もう全くの嘘で全然会ったことないで。会ったことない。10年か15年ぐらいして友達からこんな人いたよって、ああ、そんな有名なやつがいたんだと思って。一緒の時期にキャンパスにいたのは本当なんですか？本当なんです。同じ時期に通ってたんです。そうだったんです。1年の時に3年生で、はい。そうなんですね。ああ、そうだったんです、ね。多分彼はほとんど大学に来ずに、その頃のね、昭和ですね。昭和という、前陣にあるね、そこに入り浸って、多分歌を、ね、銭になられん歌を歌ってたんでしょうね、その頃はね。いや言っときますわ。あること言った。本当やね。知ったかった。長渕会っていうすごい堅固な集まりがありましたね。そうですよね。そこに知れようもんなら僕ずさずさになります。でも潰されちゃう。もしかしたら今ギター持ってますけど長渕の歌も歌えるということですかね。やってみたいですね。ちょっとせっかく岩尾さん来てるから、ちょっと長渕ハマってもらえますか。じゃあ先に言っていただいて後が僕入れていきます。何をじゃあ2人でちょっと、あれ行きますか。ピッピッピーを。ピッピッピじゃないです。これで続いちゃうんです、ね、これはですね、はい、あ、何ですか、どうぞご紹介。ろくなもんじゃねえ。ろくなもんじゃねえ、はい、お願いします。カウントを言います。ワン、ツー、スリー、フォー。一緒に人恋しくて誰かにしがみつき弱虫ばかりで飛び出した18の俺、愛はいつもの月に見えて知らないうちに一人が好きになってた。知らなくて背中を刺され、宇宙で転がりやっと掴んだものに心を引き裂かれちまった、心を投げられちまった。悔しくて恋しくて空を頼る、大嫌いだね、大嫌いだね、ピピ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 。はい、そうですね。あ、先週の、あの放送聞いてもらえたんでね。はい、どうもありがとう。前からね、思ってたんですよ。もうこういうタイミングがあったんで、もう僕行っちゃいますもん。そうですね、せっかく乱入してもらって。どう一緒にやりますか。あの、お二人は知り合いだったんですか。いや、いえ。特にね、いやいや、多分話したこともあって、あるんですけど、どっか国家で接点あるんですよ、イベントで。実際にこんなね、詳しくこう話したことはない。こうやってギター合わせたことも初めて今日は。何のなんかね、リハもなしに。いや、いきなり下の駐車場で会ったんですけど、私知ってるふりしてたのか、全然知らない。誰この人って。有名人になっちゃった。相手遅いよ。申し訳ない。申し訳ない。いえいえ、とんでもありません。またぜひ、もう本当にセッションさせてお願いします。長渕からこういうふうに繋がって。素顔で。セッションね。今度、夏祭り、セッションどうですか。そう、いいですね。ダブル長渕で。清和総合鉄工の夏祭りに来ると、お二人のデュエットが消えます。今日のこの感じでね。もう決まったですね。楽しみ、夏が楽しみになりました。ありがとうございます。今日は本当に松浦さんと乱入してきた岩尾剛さんにお二人に来ていただきましたが、どうでした最後。一言だけ。まあこれからもですね、どうぞよろしく。そうです。米田コーヒー、中津の米田コーヒーの対岸の
はい、たい焼きに食べれるお店、どうぞカフェ。いつ売れるか、早く来ないと潰れちゃうかもしれない。急いで行ってください。はい。何時まで普段は営業されてるんですか？実はですね、こう言いながら、月曜から水曜まで定休日で、朝、昼は11時から、もう5時にはやめちゃうっていう。11時から5時ね。お電話いただければですね、5時間際によく電話があって、それでも全然大丈夫ですから、もう6時でも待ってますから、7時までの。はい。わかりました。何曜日が定休日って？月火水。月火水。もう毎週僕は3連休です。休みでね。いいですね。で、木金土日、はい、明日は空いてます。はい。ただ月火水の中で祝日とかだったらやってるんです。あ、祝日は逆にするんですね。はい、わかりました。休みはいつもやってますから来てください。はい、吉富町のどうぞカフェ、今日は店主の松浦慎二さんに来ていただきました。そして乱入した岩尾剛さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生。ワクワクしてる？いやいや、ながらやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。四月総合鉄鋼カーブ。若い女性のための創作童話、流れ星、全3話、その1。あなたは流れ星を見たことはありますか？僕は一度だけ、女房と一緒の時でした。もともと僕たちはグループ交際で、友達の一人として過ごしている時期が長かった。付き合い始めたきっかけって何だったかな？グループのみんなでいる時間よりも、二人で一緒にいる時間がだんだんと増えて、いつの頃からか二人でいつもいるようになった。当時は僕のアパートはみんなのたまり場になっていて、誰かがいつもそこにいて、飲んだり騒いだり、ギターを弾き語ったり、麻雀したり、そのうち仲間の一人に彼女ができて、その彼女の友達も仲間に加わって、みんなで飯を作ったり、部屋を掃除したり、遅くまで遊んで疲れた時はそこで雑魚寝したりして、女性と二人きりで一夜を過ごすなんてのはいつものことで、あまり抵抗がなくなっていたから、なんとなくいつも一緒にいることが多くなってもお互いの気持ちに気づかずにいた。でもそれも長くなるとなんとなく恋人気取りになってくる。だから愛し合ってるのが分かってからもキスさえできずにいたんだ。ある日、車で夜景を見に行って、そこで彼女にこう言った。次に流れ星が流れたら、キスしてもいいかなって。彼女は小さくうなずいて、黙って夜空を眺めてた。はい、ありがとう。これね、ドキドキしちゃうな。ドキドキしちゃうでしょ。うちのね、はい、女房との、逸話を、ちょっと、アレンジ。これは女房との逸話だったんですね。それを、はい、こう、物語として少しはアレンジをしているんですけども、出会った頃の若い気持ちをちょっと思い起こして書いたお話で、流れ星全3話、今日から3週にわたってお届けするつもりですけども、ぜひなんかキュンキュンしてほしいなって。そうそう、私も読みながらちょっとどもってしまいましたけど、キスのところでワクワクしちゃいましたね、ドキドキと。キュンキュンするお話でございますんで、こういうお話も書けますよっていうことをぜひ皆さんにお知らせしたくて、天使の話終わったタイミングで、ちょっと3話だけこういうお話を、入れさせていただきましたという話ですね。どうなるのか楽しみですね。はい、ヒロア総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、ヒロア総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、ヒロア総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、ヒロア総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる？さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきましたね、よし。はい、岩尾さんとね、松浦さん本当に来ていただきでありがたいんです、本当にね、
プロ根性ですね。なんか突然振ってもなんかなんだかんだ物語になっていきますよね。そうですね、はい、本当ね、まあ、2人のコラボがあの聞けたのも面白かったです。そうで面白かったしね本当プロ根性だなと思ってて、はい、あのプロってどういう定義か分かります、はい、まあね、チャコなんかも、はい、まあ、プロなんですけども最近本当どんどん仕事増えてますね、はいヨッシーに関わる人はどんどん仕事が増えるというのはやっぱり事実ですね。そうでしょ、体感してますよ。体感してますよね。ありがとうございます、はいはい、で、はい、プロってどういう人のことを言ってますか、はい、っていう話がございまして、はい、プロって何かっていうと全ての失敗を経験した人のことをプロって言うんですよね。ええ、そうだったんですかそうなんですよ、はい、あの例えば、岡本太郎さんの話で言った言葉なんですけども、うん、挑戦して失敗したものには再挑戦の輝きがある、うん、挑戦を避けたやつには新しい人生はないってなんか、うん、岡本太郎さんは言ってるんですよね。だから失敗した数が多ければ多いほどその人はプロに近づいていってるっていうことなんですよね、うん、あのエジソンがあの言ったことあるの覚えてます？例えばこうフィラメントを作ってたんです彼、うん、いろんな導線を使ってみたりして、はい、電灯を作る時のフィラメントをいろんな材料で試してみて、はい、で例えばなんか導線やった時にすぐ切れてしまった、うん、大失敗だったねって言われると、うん、いやいやこれは失敗ではない、導線を使ったらうまくいかないという発見があったんだっていうだけいうふうに考えて、じゃあこれを使ってみよう、あれを使ってみようっていうふうに次から次に、試して試して試して最終的に京都の竹が一番あのフィラメントに利用できるっていうことに彼は結論付けたんです。すごい、そうだったんですか。そうなんですよ、いろんなものをフィラメントに試してみた、はい、で京都の竹が一番良かったらしいですよね京都の竹がエジソンの時代に手に入ってたってすごいですね。そういうことですね、はい、だから本当にね、はいはい、プロっていうのはこう全ての失敗を、全部の失敗をやったことがある人がプロなんだ、ね、経験豊かな人ってことですよね。そういうことですよね、はい、だからあの失敗を恐れてる人はプロになれないんですよ、うん、なるほどね。一生順風満帆な人もなかなかそうですよね応用は効かなかったりするかもしれないってことですね、はい、そうそうそう、だから、はいはい、あのできるだけたくさんの失敗をしようねっていうのが、はい、あのこのまあ教訓ではないかな。ヨッシーとかもやっぱり失敗したことって覚えてます？いやもう本当に失敗したことしかないですよ、はい、なるほどね。あの、はい、僕もそうなんですけど、はい、あのユニクロの柳井さんが言ってるのが、はい、私の人生一勝九敗って言ってますよね。あそうなんですか、ね、大成功したような人でも、うん、10回戦ったうちの9回は負けたんだって、うん、たった1回勝ったから、うん、今のユニクロはあるんだっていうような、そんな話もしてますね。希望が持てちゃいましたいかにも失敗、多くの失敗、いや失敗ってね、はい、ただ一つ挑戦しないとできませんので、挑戦から逃げてはダメってことですね。そういうことですね、はい、ぜひともそれなんか、今年、まあ、1月の最後に聞いたお話としては、うん、はい、頭の中に残って、うん、なんかいい年にしたいですね。そうですね、2月からまた頑張れそうです、はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉池松、そしてチャコこと佐々木久子でした。せーの、いいね。ワクワクしながらやればきっと楽しい。帰宅した時、ああ疲れたと呪いの言葉を言ってませんか。そんな言葉を子供に聞かせて、未来の夢を消してませんか。清松総合鉄鋼カーブ、夢の言葉が僕らにはある。いいねを貯めて宇宙に行こう。いいねは僕らの合言葉、一つ一つの困難越えてその先にある夢へと向かおう。全てはイヤイヤするんじゃなくて、ワクワクしながらやっちゃおう。いつも全力出していれば疲れることもあるかもね。でもここならきっと充実感、やりがいある人生。いやいや、ながらやってることならそんなの